はい。では、ここからは限定公開なんですけど、じゃあ、まず今回は、前の動画で、曲の作り方は簡単に、説明してるんですけど、曲、作曲っていうのは別に、そんなに、経験がなくても、特別な能力がなくても、始めようと思えば簡単にできますということを、紹介したんですけど、じゃあ今回、それで曲は作りましたと。何度もこうやっていくうちに、だいたい曲はある程度作れるようになったと。じゃあこれをもっとより良いものにしていくにはどうしたらいいんだろうっていうふうに、たどり着くと思うんですけど、ある、ミュージシャン AU5 とか、言ってるんですけど、彼の動画の中で言ってるんですけど、サウンドデザイン、つまり音をデザイン作るときには、そういう作業っていうのはまるで彫刻のようだと。少しずつ削って削って、だんだんこの丸い物体だったり、何かこう抽象的なものをより具体的に、立体的にしていくと、そういう作業が必要だっていうふうに言ってるんですけど、例えば皆さん、ライブコンサートとかに行った時に、客席にいるとしてステージを見てますよね。で、やっぱりそのサウンドっていうのは、一番前にメインボーカルがいて、で、後ろにドラム、リズム隊がいて、で、横にギターだったり、ピアノだったり、ベースだったり、シンセサイザーだったり、いるんですけど、やっぱり一番前に出てくるメインなのは、ボーカルだったりするわけですけど、それをいかにこう立体的に想像できるか、これをやっぱり作れるかが、このコツ、曲作りのコツだと思うんです。じゃあそれって一体どうやってやるのか、これを、今回ご紹介、したいと思うんですけど、まず手始めに、そうだな、パンって PAN ってあるんですけど、キューベースだとこの振り分け、これですね。この R と L、この振り分け、例えば、ステレオスピーカーで、右側から聞こえるのか、それとも左側から聞こえるのか、これをやったり、単純に、このボリュームをこう上げ下げして、前に出るのは大きく聞こえたり、後ろは小さくしたりとか。で、やっぱり一番こう主要として使われるのはこのプラグインエフェクト。つまりエフェクターって呼ばれるやつですね。で、今回は、その中でも最も、使われる EQing とコンプレッサー、これについて、説明したいと思います。じゃまず EQ からいきましょう。EQ とこのフリークエンシーイコライザーという、プラグインエフェクトですけど、今ちょっとこれやっちゃってますけど、これフラットにしましょう。Cubase Pro 9だとここに EQ っていうのがあって、これどれ使っても基本一緒なんですけど、このフリークエンシーっていうのは、8つにこう分けられていると。そもそもこの EQ とは周波数、音の周波数の上げ下げができるということで、人間っていうのは大体この20Hz ぐらいはあまり聞き取れない音で、
で、これがだんだんこう上がっていくと、近くできて、で、ここ耳をつんざくような、音になるのが大体10から20ぐらい高音になると。で、これを例えば、楽器それぞれ本来持ってるいいところだったり悪いところがあるので、それを持ち上げたり、カットしたり、それができるのが、このイコライザーというエフェクトですね。じゃあ今これちょっとドラムのベースドラムの音なんですけど、これちょっと聞いてみましょう。まあ、こんな感じのベースドラム。これでもまあ、十分いけるんですけど、まあ、例えばじゃあベースドラムの場合、まあ、ドラムやってる方なら、わかると思うんですけど、実際太鼓を叩く、ペダルを踏んだら、音が鳴るということで、それぞれこの周波数によって、その音のかかり方っていうのが、特徴があって、例えばビーターペダルの、その叩く部分ですね。これで革を実際叩いて音が鳴ってるんですけど、このビーターのベチっていうこの音、この音が実は、この5キロから8ヘルツ、キロヘルツ、このあたりが、ビーターの、バツッというアタック感の強い、この音が特徴を出せるよと。ここを持ち上げればその音が出ますよと。これじゃあちょっと聞いてみましょう。まあ、こんな感じですね。こうもっと、ジュッジュッっていう、この迫力、パンチ感が出ますよね。で、続いて、この革鳴り、まあ、ドラムのヘッドですね。これのバンっていう、この音。この音が出るのが大体1キロから2キロ、このあたりだと。このあたりを、また持ち上げてみると、革の音がジャンと出るというふうに言われてますね。これじゃあ聞いてみます。まあ、違いが分かったでしょうかね。では続いて、ドラム本来の、木の、こう、サステインの部分というか、ドゥーンってこう、鳴りの部分。この音が出始めてから、なくなるまでのこの余韻の部分ですね。これを、だいたい100、ヘルツ以下。こっから下のこの音。ここの音で、もっと、こう、例えば低音が欲しい、鳴りが欲しい、余韻が欲しいって時は、こういうところを持ち上げるといいですよっていう感じですね。これで聞いてみましょう。
まあこんな感じですね。もっとこう、うんうんっていうこの低音の部分が、引き立つということですね。で、これ全部つけて、あるとなしで聞き分けてみましょう。これ今ない状態ですね。まあこんな感じですね。まあいろいろこう一般的にこう言われてますけど、まあ最終的には好みだと、いうことで、まあいろいろこう試してってください。例えば、一般的に言われてもこの300Hz から、この400ぐらいまでのこの音っていうのは、こもりがちになるからちょっとカットした方がいいよとか、そういう一般的なことはあるんで、まあそういうのもいろいろ、試しながらやってもらえればと思います。はい、じゃあ次はコンプレッサーについて、説明します。コンプレッサーというプラグイン、そもそもコンプレッサーって一体何なんだっていうふうに思う方もいると思うんですけど、コンプレッスという英語の意味っていうのは、音を圧縮する、圧縮するっていう意味なんですね。コンプレッス、潰すっていう意味合いがあるんですけど、つまりコンプレッサーっていうエフェクトは音を圧縮する、潰すっていう意味があるんです。じゃあそういう効果のあるエフェクトなんだなっていうふうに考えてもらえば、非常に分かりやすいと思いますね。で、いろいろこうインプットアウトプットとか英語書いてあるんですけど、これをじゃあ一つずつ説明していきます。まず一番、初めにこのスレッショルド。スレッショルドっていうのは、敷居とか門とかゲートっていう、ここからここまでですよっていう範囲を決める、英単語の意味ですね。で、それはそのままで、こっからここまで、これ今波形が、ここが動いてるのが、わかると思うんですけど、例えば、じゃどこまで圧縮、どこからどこまで圧縮したいのかを決める値ってことですね。0なのか、それとも例えば 18dB。例えばこう設定すると、この 18dB を超える音は、消してくださいよ。例えば24から上に上がった音は消してくださいよっていう、この値をどっから消してくださいよっていうのを決める値ですね。この18より上に上がった音を消してくださいと。潰してくださいと。じゃあ一体どのぐらい潰せばいいんですかっていうのを決めるのはこのレイシオという、部分です。で、レイシオっていう単語は、比率、対比っていう元々の意味で、何対何で、これを消してくださいよと。だから例えば、1だと、このスレッショルドをいくら下げたとしても、1なので、ここまで下げてくれ、ここを超える音は下げてくださいと言われても、1なんで全く下がらない。まあ、こんな感じですね。で、これを2にすると、2対1
の割合で、例えばこれ、この60まで下げてください。この60以上を超える音を2分の1カットしてくださいという意味なので、これで一回聞いてみましょう。これがもともとの音。まあ、音が小さくなったのが分かりますね。これを圧縮されてる感じですね。まあ、これがレイシオですと。で、アタック。これというのは、じゃコンプレッサーを、例えば、空気が自動的に入る、風船だと捉えてください。で、この空気がどんどん含まれて、どんどん膨らんでいく風船を、ある一定の音で保ちたいと。ただ、これがどんどん膨らみすぎると、破裂してしまうので、手で力を加えて、これを、空気を一定のリズムでそんなに膨らみすぎないようにすると。で、この力を加えるアタックタイムっていうんですけど、このタイムの部分、このアタックをどれぐらいの、時間で押すのか、力を加えるのか、これを決めるのはアタックですね。この例えば膨らんできたな、ああ、膨らむっていうふうにスローにするのか、それとも、やばい、膨らんだ、ピッパ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 ッと早く、やるのか、そのスピードを、アタックするためのスピード、これをここまで決めました。2分の1カットしてください。これをどのスピードで潰すのかっていうのを決めるのが、このアタックの値ですね。で、基本、ベースドラムの場合、この潰しちゃう音をあんまり速くしちゃうと、もう、つまり、こう速く、音を潰してるので、結局小さくなりすぎちゃう。本来持ってる、こう、ドラムのこのスピード感を出したいのに、こう、速くしちゃうと、アタックがあんまり聞こえない感じになっちゃう。逆に遅くすると、わかります？このドゥンっていう、この一発目に聞こえるアタックの音、これがより聞こえるようになると。そういう感じですね。で、ちょっとホールドは飛ばしまして、次にこのリリースという値。これは、このアタックで潰した音をどれぐらいのスピードで、離すか。つまり元の、大きさに戻すかと。圧縮された音を圧縮したままじゃなくて、どれぐらいでまた元に戻すか。この値を決めるのがリリースですね。これが、例えば、遅ければ、長い間圧縮されたままになるし、逆に早ければ一瞬でリリースしますので、圧縮されてもすぐ元に戻ると。そういう感じですね。はい。じゃあ次は、このアナリシスっていうのは、分析っていう意味なんですけど、このピークと RMS っていうのはこれにはありますね。で、このピークっていうのはどういうことかというと、音の波形がこうやって、波打つように、沈んだり浮き上がったりしてるわけなんですけど、この浮き上がった音が出た
時にこれが働きますよっていう意味ですね。で、RMS っていうのは、Root Mean Square っていう意味なんですけど、これはもう、いわゆるそのマグニチュード、その音の波形をの統計的に見た、つまり全体的にこれ書けますよっていう、そういう意味ですね。だからこれがどっちに傾いてるか、このピークの時にかかるのか、それとも全体的にかかるのか、このパーセンテージを決めるのがこのアナリシスだと。まあ、これじゃあちょっと音の変化は分かりにくいですけども、まあ意味合いとしては全体にかけるのか、それともピーク、この飛び出た時だけかかるのか、これを決定しますよっていう意味ですね。で、この次にホールド。これはちょっと一般的にあんまり使われないんですけど、結局ここの今説明した値を決めるどれぐらいの割合で潰すのか、これをホールドっていうのは、つまり保持する、保つっていう意味なんですけど、これをホールドしちゃうよっていうことですね。これで、じゃあ実際聞いてみましょう。こんな感じです。つまりこうホールドを上げちゃうと、この圧縮されたままで止まりますよっていう、この値を決めるんですね。で、まああんまり使われないのは、やっぱりその潰したままだと、例えば盛り上がりたい部分だったりした時に、結局音を圧縮したままの状態になっちゃうので、あんまりこれは活用しないか。逆にでも、そういう潰したままでやりたいっていう時はこれを使いますよっていうことです。次にメイクアップ。これは単純に、音のゲインですね。これをオートメーション、この2つはオートメーションリリースもありますけど、まあ、自動的にしたりすることもできて、まあ、単純に、この圧縮した、音を、じゃあちょっと物足りないなって時は、ゲインを上げて、いらない部分はカットしたんだけれども、もうちょっとこう低音、倍音が欲しいっていう時にこれを少し上げて、使えます。使えると。そういう値ですね。で、次にこのソフト2っていうやつなんですけど、この2というのは、膝っていう意味で、まあ、この角の部分ですね、この屈折してるこの部分、ここがソフトなのかハードなのか、つまり柔らかくこう屈折するのか、ガクガクッと鋭角に、屈折するのか、これを決めるのがこのボタン、2のボタンですね。つまり柔らかいソフト2だと、緩やかに音を落とすんですけど、ハードだとガクッと落ちると。まあ、アタックと、
少し関係してくるんですけど、これをもっと緩やかにするのか、ハードにするのか、これを決めるのが2というボタンですね。はい、ここまで、EQ とコンプレッサーについて個々に説明したんですけど、ここで、1点気をつけてほしいことがあります。これはあまりよく、知られてないテクニックなんですけど、これ実は、順番が変えられて、プラグインエフェクトのかかる順番ですね。で、これを知っているのと知らないので結構大きく変わってきて、で、このコンプレッサー EQ について、気をつけてほしいのは、例えば、フリークエンシーで EQ でここの音を持ち上げましたと。先に。しかし、次のコンプレッサーで音を圧縮してますと。こうなってくると、せっかく持ち上げられた音がコンプレッサーによって圧縮される。つまり、この EQ かけなくてもいいじゃん、みたいなことになってくるんです。で、これを知っておくのでは結構全然違うんですね。無駄な、プラグインをかけるってことは、それだけ実はパソコンの、CPU にも負担がかかりますし、結構無駄な努力になっちゃうんですよね。で、大体、プロが使うテクニックとして、多弦掛け、つまりフリークエンシーを、2つとか3つかけたり、いろんなコンプレッサーをかけたりするんですけど、まあ、必要のない、周波数はカット、ローカットで先にやっておくと。で、さらにコンプレッサーをかけて、次で持ち上げたい、部分を EQ で、また2つ目の EQ で持ち上げると。こういうやり方をするテクニックが、よく使われますね。で、これやっておくと結構、音の変化があるので、いろいろ試して、やってみてください。それではまた、次回お会いしましょう。